ロスは、ウィリアム・ブレイクによる、独自の象徴体系に基づく神話の登場人物の一人で、ある。創造的イマジネーションを象徴する、北のゾアであるアーソナが、永遠界から切り離されて、現世に閉じ込められた存在になった後に、与えられた名前と考えてよい。現世に閉じ込められてはいるものの、アーソナの特性を潜在的に保持している。エマネーションは、精神的な、 美しさとインスピレーションを象徴する、エニサーモンである。ロスとエニサーモンは、配偶者関係にある、片割れ同士であると同時に、双子でもある。ロスは時間、エニサーモンは空間である。対立物は、理性を象徴する、ユリゼンである。ロスとエニサーモンが双子であるのと同じように、ロスとユリゼンも、互いの体が結合した双子の兄弟のような、関係にあった。 しかし、ユリゼンがロスの脇腹から切断されたとき、ロスは永遠海から遠ざかり、現世に閉じ込められ、分裂へと向かう、堕落のサイクルに巻き込まれていくことになる。ロスという名前は太陽を意味するソルのアナグラムである。また、ロスは喪失を意味するロスの S を失った綴り字でもある。よって、この名前は方向性の異なる二つの意味が、 同時に一つの言葉に込められているか、番号とみなすことができる。ありがとうございます。